ありがとうございます、ギフト。そう、今日はお洋服のね、断捨離を頑張ったって言っても午後からだけどね午前というか夕方からかな、午後まで寝てました。寝てて本気を出したのは15時16時あたりから、よしやるぞと思ってやりました。こんばんは、よく寝れましたか？寝ましたよ今日。でも朝から隅田神社行ったのね。隅田神社行ったらさ、すごいめっちゃちっちゃい子いっぱいいるなと思った。今日七五三なんだね、知らなかった。七五三のさ、かわいい、かわいい七五三のお洋服ってあるじゃないですか、なんか着物じゃないけど、なんかそういうのを着たちっちゃい子たちがいっぱいだったからさ、と思って、そしたら七五三だった。今日かわいかったっていうのを横目に見つつ、そう、横目に見つつ、まあちょっと隅田神社行って帰ってきて爆睡して、10時半ぐらいから13時半ぐらいまで寝てました。で起きてちょっとお昼食べて、お洋服片付けたって感じです。こんばんは。明日誕生日、おお、おめでとうございますおめでとうございます。何時間くらい断捨離した？何時間ぐらい？でもそんなかかってないよ。結構なんか潔いので、あんまりなんか いらないでしょみたいな、そういう性格だからさあんまなんか思い入れは確かにあるかもしれないけど、まあ残しといたとていつか捨てるしなっていう感じだから、お洋服は意外と割とボボボボンって捨てていくタイプなのでいやでもそんなん進まんやん、あれもこれも。残しとこうかなとかさ、なんか誰かからもらったからとか、いやこれ結構お気に入りだからとかさ、そう、まあそういうのも大事だと思うし、私もそういう服も何着かはあるけど、全部が全部そういうわけじゃないからね。結構でもゴミ袋4袋とか出しました。結構じゃない、まあでも冬服だから主にかさばるからあれかな、普通ぐらいかな、多分4袋分ぐらい出しましたね。結構いったよね。でもあとあれも出したかな、バッグとか。もう私結構本当になんかいっぱい買っちゃうんですよ同じような形のバッグとか、ちょっとなんかちょっと量が入らないみたいなバッグとか、本当に約すごい何にも入んなそうなちっちゃいバッグとかも欲しくなっちゃうみたいな感じだから、そうバッグも結構捨てちゃったかな。こんばんは。そんなんですかね今日はっていう日でした。断捨離デイです。こんばんは、ありがとうございます。ありがとう。クローゼットすっきりした。いやそれでも多分ファンの方からしたら多分まだこんなにあるのってぐらいには多分あると思う。まだ全然パンパンだよクローゼット。
全然もう入んないぐらい、今まで多分キャパオーバーしすぎてたから、やっとなんかやっとなんか、うん、まあ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 って感じになった気がする。まだ全然あるから。そう、しかも夏服はね何も手つけてないので、夏服もいらないの多分いっぱいあるから、夏服もちょっと本当に捨てたいな。夏服も捨てたし、なんかもう全部捨てたい全部はさすがに言い過ぎたけど、なんか本当私の家の私の部屋のもの結構本当いらないものばっかりな気がして、同じようなものしかないからさ、捨てたいな。ありがとうギフト、ありがとうございます。こんばんは。いらないものしかないよ、もう私のお部屋には。捨てるとなるとめっちゃ捨てたくなる。そう、一回にもう全部やりたいよね。なんか本当に、なんかさ、もう本当にさ、おかしいんですよ。なんかメイクポーチみたいなのとかも、なんでこんなあるのってぐらいあるし、手鏡とかだけで10個とかあるからね。意味わかんないでしょ。手鏡なんて1個で十分じゃん。そう、これがあと10個、十何個あるんですよ。おかしいよね。っていうぐらい、なんか、おかしいんですよ本当に。物の数がおかしい。そんな顔ないのにね。そう、私の部屋鏡だらけ。本当ミラーハウスかよってぐらい鏡ばっかの姿見もあるし、なんかこういうなんか置き鏡みたいなのも5個くらいあるし、鏡ありすぎてる。ミラーハウスできそうなぐらいある。意味わかり、意味わからないです本当に。そう、でも鏡いっぱいある。鏡もあるし、化粧品とかもいらないし、うん、あと何かいらないか。なんか本当多分いるものなんてそんなない気がします、私の部屋の中には。っていうぐらい物が多すぎますね。ありがとうギフト、ありがとうございます。こんばんは。部屋の中が広く見えていいねそういう問題じゃないのよ、いらないんだって鏡。でも鏡ってなんか捨てたらさ、なんかちょっと良くなさそうじゃないなんか悪いこと起きそう。鏡ってなんか怖くないですか。なかなか捨てるに捨てれなくてどんどん溜まっていくんだよね。でもいっぱいある鏡が、ありすぎなぐらいにはちょっとあるね。その誰かがさ使った鏡なんていらないんだけど、絶対いらないでしょ。嫌なんだけど、その誰かが使い古した鏡いるって言われたらもさ、いらないですってなるけど、そんな誰か欲しい人なんていんのかね。人が使っていらない鏡いらんやろ、絶対いらないでしょ、需要なしで。こんばんは。明日はトレードで当たっていく予定です。お、そう、明日 S 公演です。
明日です、公演です。11月公演多いから嬉しい、いっぱい劇場行ける。ゆずきちゃん何系の香水使ってる？ゆずきちゃんはね、いろんなの使ってるけど、今はちょい甘め使ってます。でも基本はなんか爽やかな感じの方が好きかな。こんばんは。香水欲しいけどなかなかビビッとこない。確かにいろんなのあるしね。でも今あれですよね、香水自分で作れたりするから、それもありかなって思っちゃうけどね。めんどくさいよね、それはそれで。こんばんは、やっほーやっほー。通所会で新年の挨拶しよう。え、嬉しい、お待ちしてます。ぜひ、久しぶりね。思った、どこ行ってたの？どこで何してたの？自分が好きな香りでも推しが苦手な香りだったらって考えちゃう。あー、なるほどね。いや、自分の好きなものでいいと思います。自分の好きなものでいいと思います。こんばんは、こんばんは。もう15分経ってる、早い。男に振り回されてた。えぐい、何されたの？何されたの？私に言ってみなさいよ。こんばんは。今日はもう今日何食べボットみたいになってるよね。毎回それコメントしてきてくれるから。今日はね、朝は食べてなくて、お昼過ぎに起きてからはお味噌汁飲みましたね。お味噌汁飲んで、そこからお菓子ちょいちょい食べてたかな今日。
チョコレート昨日買ったからチョコレート食べました。で夜はハンバーグ、びっくりドンキーの。びっくりドンキーがすごく食べたいっていう話をしてたら、じゃあ断捨離頑張ったら連れてってあげようって言われて、それはもうやるしかないじゃないですかそうだから頑張ったの、断捨離びっくりドンキーを食べるために頑張った。無事ありつけました、びっくりドンキーに。よかった、本当に。最近、ここ最近でさ、ハンバーガーめっちゃ食べてるし、ハンバーグも食べて、もうちょっとやばいね。ハンバーグいっぱい食べてる。美味しかった。でもびっくりドンキーって本当定期的に食べたくなるタイプなのでそのタイプなので、そう毎日でもいいけどね、そう食べたいぐらいには好き。美味しかったです今日。びっくりドンキーいいよね。びっくりドンキーいいよね。まだ木のメニューだった嬉しい。なんか木のメニューだと嬉しくなりません？今結構さ、なんかタッチパネルとか多いじゃん。いまだに木のメニューだった。え、今まだ木のメニューなのかな、びっくりドンキーって。どうなんだろう、木のメニュー。エズが今日行ったお店は木のメニューだったの。そう、木のメニューで、そうでっかかった。でっかい木のメニューだった。美味しかったです。今日も来た。ありがとう。っていう日でした今日は。びっくりドンキーを食べるためにお洋服の断捨離頑張ってよかったですね。すごく美味しかった、そのおかげで。こんばんは。古着屋に出したの。え、お洋服ですか？え、違うよ。まだ袋の中にいる和室に追いやられてます。かわいそうかわいそうに私のお洋服たち和室に追いやられてます。捨てるの、え、どうだろう、捨てるんだろうけど、まだ妹とか、妹に見てもらっているものだけ持ってってもらう。でもあんまさ、いや、わかんないけど、なんか身内って言ったらあれだけど、家族のお下がりってあんま好きじゃないんだよな。贅沢すぎる。なんか長女だからかわかんないけどさ、なんかちっちゃい時からさ、なんかお下がりっていうのがあんまなくて、なんかお姉ちゃんとかが着たさ、もうお姉ちゃんいないからあれだけど、お姉ちゃんが着てたのをさ、もうこう見てたものをさ着るっていう感覚がないからさ、常に新しいのが欲しいみたいな。なんかメンバーとか先輩方からお下がりいただく時はすごい嬉しいんですよ、めちゃめちゃ。そう、めっちゃ嬉しいんだけどさ、なんかうんってなっちゃう。ゆずちゃんのお下がり欲しい。お下がり欲しいですか。
年上だよね私より。まあでもあげるならお下がりでいいのか。いる？いらないでしょ、いらない。いらないですよ。お下がりとしてあげたことない、ないけど、いつの間にか妹になってることある。わあ、めっちゃあるあるかもしれない。いつの間にかさ、妹のさ、クローゼットにいたりするよね。なんなんですかね、あれ。先輩から誰からお下がり欲しいですか。そんなあれですよ、そんなさ、なんかこの先輩から欲しいみたいな、そんな贅沢ものは言わ、贅沢なこと言わないです。そんな贅沢なもの言わないですね。ちかさんからはいただいたことあります、ありがとうございます。ちかさんとるかさんからいただいたことはあります。大事にしまってあります、クローゼットに。あんまりだから来ません。汚したくないのであんまり来ません。そう、やっぱ大事なんで。汚したくないので極力着ないようにします。そう、もう一生私のもの。そう、着るけど着ないですね。そう、すぐ汚さないように細心の注意を払って着てます、いつも。セットアップのイメージ、あ、そうそうなんですよ、あります、あります、クローゼットにかけてます。ありがとうギフト。でも私は本当にセットアップをよく買っちゃうので、今日めっちゃ捨てた。ポストで見たけど幕張の服可愛かった。幕張の服、あー、あれね、あれ可愛いよね、あれね、お気に入り、パルコで買いました。そう、ジックのやつパルコで買った、パルコのなんかお店で買った。そう、どうしても幕張メッセで着たくて、そのお洋服を、だからもう絶対にもう寒くなっててほしいって願ってたらめっちゃ寒かった。私の想像以上に寒すぎて困った。困った、とっても困った。そう、これが着れるぐらいの気温でお願いしますって思ってたら、まあまあ寒くて聞いてないよってなりました。あの帰り道が本当に寒すぎて、え、本当にどうなるって なった、寒すぎて。そう、上着とか何も持ってなかったのね。そう、めっちゃ寒すぎてびっくりだよ。明日寒いかな、やだな。
ザードさんのリクエスト、そう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 、私ちゃんと投票した。でも何に投票したかちょっと忘れちゃったけど、多分入ってました。嬉しい嬉しい。でもどっかにメモってあるんだよね。ちょっとそのメモ発掘するわ。嬉しい。アルバム買います。嬉しい。素敵ですよね、そのファン投票で曲が決まるって。いいね。投票した。マイフレンド入れたって言ってたっけ。あ、多分入れましたね。マイフレンド入れたんだよね。あと何入れたんだろう。あと2曲が全く思い出せない。え、知ってる何か知るわけないか。何入れたかな、あんまり記憶になし揺れる思いかな。なんかそう、意外と結構定番系入れちゃったんだよね。なんかもっとさ、なんかなんていうの、すごい揺れる思いとかはさ、みんな知ってるじゃないですか。負けないでとか、そこら辺じゃなくてさ、もっとさ、あの私の世代の人が聞いたら、ん、なんかあんまり知らないかもみたいな曲を入れたかったのじゃあ負けないでとかはさ、もう入りそうやん、入れなくても。そうだからさ、ちょっとあー、どんちゅうし、いいね。そう、私のママの車はもうザードさんめっちゃ流れてます。今日も流れてました。あの忘れないでが入っててガッツポーズしてガッツポーズやばい。いいね。今日負けないでじゃないや今日ちゃんとさっき聞いて寝よう。記念すべき日だからちゃんとさん聞いて寝ようと思います。こんばんは、ありがとうギフト。君がいないが好き。うん、君がいないはメロディーがいいです。音がいい私あんまさ歌詞を聞かないんだよね、曲。そう、なんか歌詞全く聞かないわけじゃないんだけど、メロディーで入りがちなので、基本何の曲に対してもあんま歌詞わかんない。そう、音ばっかり聞いてるって感じ。眠れない夜を抱いてって曲が好き。うん、わかる。イントロ数秒で好きか判断する。でもちょっとわかるかもしれない。イントロ聞いて、あ、これ好きかもってなる時ある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 。ありがとうギフト、ありがとう。あと私転調する曲がめっちゃ好きで、転調する曲とかなんか AKB48 さんとかだと君と虹と太陽ととか、あの最後の方にあるやつあとあの頃の君を見つけたとかもさ、なんか最後の方にちょっと追加されてる歌詞みたいな、あそこが好きなの。そうとかさ、あとなんだろう、なんか最後の方にあるじゃん、最後の方にある曲が、なんか最後の方にある
追加されてるところが好きなの。あとごめんねサマーの転調するとこも好き。あそうリップグロス、そうそうそうとか、あとあれ、あめっちゃ好きなのに曲名出てこないや、あなんだっけ、あどうしても君が好きだとかもうあるじゃん最後の方にさ、あそこが好きなの、あそこ聴くために聴いてるみたいな、上からマリコとかさ、あそこがいいんですよ。あそこを聴くために聴いてるいつも。でも歌詞もここの歌詞めっちゃ好きだなって曲もあるけど、大体はなんかそういうメロディーとかを聴いて好きになることの方が多い。まあ余計にカラオケに行きたくなっちゃうわね。最近の口癖ほんとカラオケに行きたいなんですけど、いつ行けますかね。なんか行こうと思えばさ全然行けるんだけどさ、体が動かないんだよね。こんばんは。そうこの前行こうと思ってた日は雨だったんだけど、なんか公演の次の日とかは寝たいじゃないですか。そうだから行けないんだよな。行きたいんだけどね、行けない。声の次じゃなくても寝たい、それはそう間違いないです。いやでも今月はドラマをたくさん見るって決めたから、ドラマを見よう。2日間休みの日とかないもんね。いやあるよあるんだけど、いや全然あるんだけど行く気にならないんですよ。全然あるよ全然ある、行こうと思えばなんか行けるんですけどね。そういう新しくサブスク入っちゃったからさ、ちょっと見ないと。でももう多分元取ってるかな、3つ見たからすでにもう3つ見たのでもう元取ってるくない。サブスクに元取るとかそういう概念あるのかな。そうもう元取ってる多分。今日の休みジグソーパズルで一日終わっちゃった。なんかいいねジグソーパズルってかやったことないんだけど、買おうかな、楽しそう。いいね、なんか可愛い絵柄とかそんなのいっぱいあるよね。いいね。
ありがとうございます、ギフトありがとう。今日はでも DMM も見た、 DMM。 DMM 見ながら明日は何にしようかなって考えてた。髪型、全部見れたの。見た、定点はねちょっと前に 見終わったんですけど、スイッチングだから見てた。三つ編みが可愛かった三つ編みが可愛かった、顔の状態が良かったな前回の公演は。なんか なんなんですかね、そう、なんか顔の状態が良かったそう、なんかさ本当にさすぐエゴサしちゃうの、あの公演中とかね、もう頭4曲の時点での映りとかを見るわけ。そう、あ、いいなって思う時は本当にいいんですよ、悪いと思う時は本当に悪いんですけど、三つ編みね良かった三つ編みね良かったですね。うん、三つ編み可愛かったよね。明日の髪型ね、何がいいかな。でも髪の毛切ったから、うーん、おろし系でもいいかなって感じだけど、何がいいかね。おさげが似合う、うん、うん、確かに。よくなかった髪型あれですか、これこういう感じの、なんかこれ喋ってる時はいいんだけど踊ってる時のこれはダメです、 NG。 こう髪の毛こうバサってなっちゃうんで NG です。そう、これこれ一番ダメ、公演中一番やっちゃダメな髪型これです、もうナンバーワン。なんか耳とかかけないとダメですね、耳かけてたら OK だけど、そう、お化けみたいになっちゃうんで NG です。あとなんかあるかな、あんまでもねそんな冒険するような髪型しないので、定番ものしかやんないから、なんかめっちゃアレンジ加えるとかはそんな好きじゃないから、なんかハーフツインならハーフツインが好きだし、そう、そういうのが好きなの。クラゲヘアとかやってるし、クラゲヘアちょっと前にやったな、クラゲヘア一人でやるの恥ずかしいんだよなそう、誰かを巻き添えにするならいいけどね、うん、一人はちょっと恥ずかしいし心細いので、誰かやってくれる人とやろうかな、いつか。またクマ、クマ好きな人いるよねクマ可愛いと思いますか？クマか、いや別にいいんだけど、クマね、めっちゃ微妙みたいな反応するやんって思わないでくださいクマ別にやろうと思えばやるけど、これも一人じゃ無理かも、誰かとならやる誰かとのレやりたいけど、一人はちょっと NG NG です、すいません。あ、ちかさんのお団子ね、私はちかさんのお団子が好きなだけで、私のお団子は別にいいんですよ、やんなくても。ちかさんのお団子がいいの、これは本当にちかさんが一番似合うと思ってる。そう、ちかさんのお団子は本当に国宝レベルです。
本当に似合う。マジで可愛い。そう、え、可愛いと思いません？ちかさんのお団子。マジで可愛いんで。めっちゃ似合う。顔がいいから何でも似合う。私そんなこと言われちゃっていいんですか？嬉しいけど。ポさんのお団子見た気はたまりない。うん、やんないもんだって。なんでか知らないけど。なんでか知らないけど、あんまりやんないんですよね。今年中にやりたいよね。明日やるとかじゃないの。今年中にやりたい。明日何がいいかね。今までショートカットの子がタイプだったので。急にロングじゃん。玉ねぎとか、うん、かわいい、かわいいけどちょっとポップすぎるな。鉄菜とかでやったらかわいいよね。でも鉄菜な、なんかあんま動機ないんだよな、鉄菜出るとき。そう、だからちょっとね、いや迷うな。もう何言っても否定から入んの本当に良くないですよね。髪型決めるのも大変。うん、まあ大変っていうか、なんだろう、うん、まあ大変なのかな。もうここまで来るとさ、あんまやりたい、これやりたいとかあんまなくて、けど決められるのも別に好きじゃないんだよね。そう、なんかめんどくさいんですよ、一言言うと。私の性格って。でもショートはね、やんないな。ショートカット時代もありましたけど、もういいかな。うん、もういいかな。そう、よくっていうか、ショートがタイプでしたって言われる時もあるんですけどね。うん、ショートカット可愛いけどな。可愛いけど。可愛いけど、なんか自分がやるのはちょっと違うな。なんか人のは好き。くしってリファの。あ、そうです。ファンの方からいただきました。あとこれが5本くらいあります。そう、なんかもう使い分けてる。もう洗面所用とメイクポーチに1個入ってるのと、絶対いつも持ってるポーチの中にも入れてるのと、あと予備、もうなんかなくしたら開け、なんかまだ開けてないやつもある。すごいいっぱいあります。
アイドル続けてるうちはロングかなって言ってた。うん、ロングかな、わかんない、急に気が変わってこんな切り始めちゃうかもしれないけどね。いやもうそんなことはなさそうだな、どうだろうね、いやないと思う。でもやっぱね、ショートカットの人見ると可愛いって思うんだよね。でも自分がいるのとはまた違うんだよな、可愛いって思うんだけど難しいよね、そういうところ。ショートにしたい欲はないの。一回めっちゃ可愛いショートカットの店員さんがいて、それを見た時はマジで結構本気でえいいってなったんだけど、冷静になってみたら、いやあの人だから可愛いんだってなりました。我に返った時にいや違うってなった。そうそうなんだよね、ショートカット可愛いんだけどね、そうやれる髪型がね少なくなっちゃうからね、難しいですね。50分に終わっちゃいますね、あとちょっとだけど。でもショートカットにした時のドライヤーの短さだけは本当に感動した。すぐ乾きすぎて、もうなんかドライヤーとかの問題じゃなかった気がする。なんかもうちょっと髪の毛拭いてたら、あれもう乾き始めてるみたいななるくらいには早すぎて、これ結構乾かすの時間かかるんですよ、15分くらいかかる、本当に本気で乾かしてってなるとね、そうちょっと濡れててもいっかぐらいなら、まあ、10分ぐらいでいいけど、そうめっちゃもうこのなんか乾ききった状態にするまでにすごい時間かかるんだけどさ、ショートカットマジで秒だったから、そこはメリットですね、髪短いの。ありがとうギフト。そろそろ終わりますか。また明日お会いしましょう。明日は公演終わりに配信します。ありがとうございました。おやすみ、またね。ありがとうございました。バイバイ。またねー。